大元は、出口直とその娘婿、出口鬼三郎が起こした、神道系新宗教。大本教と呼ばれることが多いが、正式名称には、教がつかない。1892年、直に、牛虎の懇人と名乗る神が憑依する。1898年、直と鬼三郎が、教団組織を作る。鬼三郎は、直の娘隅の婿となり、直の養子となった。 なおには、国のとこたちの尊の神事が、お筆先によって伝えられた。鬼三郎には、豊雲の尊のなどの神がかりによって神事が伝えられて、いたが、なおが死去すると、国のとこたちの尊の神がかりも加わり、霊界物語の口実図を始めた。そして、建て替え、建て直しという終末主義的な宣伝が、活発化し、知識人や日露戦争で活躍した。 秋山正幸などの海軍士官を含め急激に、新党拡大していくが、これが当局の警戒を招き、1921年には、鬼サブローらが、不経罪などで逮捕される。1927年に退社された鬼サブローらは、不況活動を再開、1934年には、外閣団体、昭和新政会を結成し、軍人や民間右翼団体と連携して、 活発な政治的活動をしようとするが、1935年に、再び鬼三郎らは投獄される。戦後、活動を再開するが、1980年、三大教師樹家費の後継者をめぐって内紛が起こる。鬼三郎の孫、出口和明が、教団批判を行った。当初樹家費の後継者とされていた時期日の長女、直美の夫である、出口英二が追放されたことを機に、 教団全体を巻き込んだ構想となり、裁判沙汰となった。最終的に大本は三女、聖子が継ぐことになった。直美を四大教師と仰ぐ一派は、大本神都連合会を結成。和明は鬼三郎のみを教祖とする、宗教法人、愛前園を設立した。儀式は、一般的な神道のものに見るが、大本では、榊の代わりに松を用いる。 明治26年からと日本の戦があるぞよ。明治27年日清戦争。明治32年生の死を予言明治34年。視察。明治36年。露国から始まりて大戦いがあると申してあるが。明治37年日露戦争。明治45年世界大戦の方として弓を引く大正3年第一次世界大戦。大正6年日中。 日米戦争、ソ連参戦、太平洋戦争昭和12年、16年、20年、大正8年第一次大本事件大正10年、大正10年、原高暗殺大正10年、大正12年関東大震災大正12年、昭和7年、第二次世界大戦昭和14年、昭和10年日本の参戦及び、第二次大本事件昭和10年、16年、 昭和11年自身の無罪昭和20年、昭和17年日本の敗戦昭和20年、昭和19年広島原爆10日昭和20年、編成女子の新婚をすっくり評和し、男子と女子の因縁を表はして、両班と天の魅力様のお出差しがない、魅力様のお出ましになるについては、地の建て替えをいたさんと、新婚は東から出てくるぞよ。 この味方がお出になりたら、全然日の出の仕事になるから、世界中に神徳が光り輝く神よになるぞよ。天地の防犯から五十六億七千万年を経て、いよいよ弥勒出現の暁となった。弥勒の神が下昇して三回の大覚醒を成就し、末の世を権現するためには、金の茶釜と黄金の玉が生けてあるぞよ。黄金の玉が光り出したら、世界中が、 日の出の守護となりて、神の理力は、いかほどにも出るぞよ。如意防子黄金の玉もこの神書に潜みてありぬ探りて、受けよ、無祖獣場小石男子が現れて、この世の限り光り輝きさむ、魅力様の霊は皆上島へ落ちておられて、羊猿の近親殿、ノオノのンと小松林の霊が、魅力の神のご霊、三柱の神が、魅力の系統である。出口なおを海祖と仰ぐ。 明治二十五年五十六歳の尚に神がかりが始まり、やがて神の刑示で筆を持てと言われ、自動書記、筆先が始まる。編成男子の神系、国のとこたちの孫、出口鬼三郎は二十六歳の時に高熊山の修行で事故の使命を自覚。翌年、西北に行けとの真事に従うと、出口尚に出会う。編成女子の神系、報告姫村二代教主。 出口す子、鬼三郎の妻三代教主出口直美、鬼三郎の長女四代教主、出口聖子、直美の三女五代教主で口紅、聖子の名末園内の長生殿、梅末園内の弥六殿、朝日グラフ1952年12月24日号、朝日新聞社、台本親友、霊界物語による、台本教法に協議などが簡略にまとめられている。 宇宙を創造した根本の独一致心身を主神と、するも、元霊、水見玉の国のとこたちの尊、報告姫尊そのた正しい神の総称、大天章御神を放祭。霊界物語において主神は、スチャノー尊のことであり、様々な時代に旧世神として現れるその働きは、魅力神であり、伊豆のお売りのようであり登場する神々を理解することが難解である。なお、 主神のことを、古事記では、雨のみなかの大臣、大元ではお大国の男たちの大臣としているほか、世界の各宗教でもゴッド、エホバ、アラーなどと呼んでいると主張している。主の大身は宇宙万有の大根元、今日よりは月光山の頂に、主の大見神の見合いつくらむと月光山に、主の大見神の宮殿を造営する話が、霊界物語に書かれている。天音の、 五三体の大見は、二度目の天岩戸開きで、降臨、四十八の幾玉随の御玉が引率する、こと玉新軍。深海の大事、神聖城寺までは知らされんことがあるから、肝心の生神のいる場所へは、お供は一人も許すことはできぬから、何時、王一氏の姿が見えぬ、蝶になりても、心配は致してくださるなよ。と、霊界物語に示されており、 文脈から鬼三郎の死後に48の幾玉の京天道地の大活動がなされる模様。詳細は、大本事件を、参照、大本京本山宮の取りこぼち10月20日、写真通信大正10年10月号、大正通信社1921年に起きた事件である。不経済と新聞司法違反の容疑で、鬼三郎が逮捕された。 1927年に御社が行われ、裁判自体が消滅、事件は終結した。この間、一部の信者が教団を離脱した。成長の家を後に起こした、谷口正春は当時大元の信者であったが、明治55年に起こると予言された、建て替えが起こらなかったので不審が生じ事件に際して、教団を去っている。1935年に起きた事件である。 不経済、新聞紙法、治安維持法に問われた、教団本部の建物撤去が行われた、四大教師の地位をめぐる紛争。鬼三郎が、直美を海祖と同じちびめ訓命の御霊であると、新神氏四大の証を手渡したとし、ナオミを四大教師とする一派は、大本新と連合会を結成。ありがとうございます。